今まで一番そばで支えてくれてありがとう。受験勉強で辛くなり、もうやめたいって思った時、励ましてくれたおかげで諦めず頑張ることができました。本当に感謝してます。今まで支えてくれてありがとう。うまくいって喜んだ日も、悔しくて涙を流した日も、私にとってとても宝物です。本当にありがとう。これからもよろしく。先輩、卒業おめでとうございます。部活でいつもお世話になりました。体験入部の時に先輩は、敬語なんて使わなくていいよ、と言ってくれたことが、私の中で一番心に残ってます。その時以来全然話してなかったけど、9月頃に一緒にプラバン作ってくれた時に、私はちょっと緊張してうまく喋れなかったけど、先輩はたくさん話しかけてくれてとっても嬉しかったです。でも、それが引退する前日だったのが少し残念だったかな。でも先輩が私に気を使ってくれて、どんな嫌なことをする時も笑顔で、見かけたら必ず手を振ってくれて、そんな先輩が大好きでした。面と向かっては言えなかったけど、いつもありがとう。先輩の優しいところが大好きだよ。本当にいつもありがとう。卒業おめでとう。紅白おめでとう。一緒に映画見に行ったり、野球見に行ったりできて楽しかったよ。学校でも遊びに行った時でも、なかなか話せんくてごめん。でも、こんな自分についてきてくれてありがとう。高校は別々で会えんくなってしまうのは寂しいけど、電車の中とかで会えた時はいろいろ話せたらいいな。自分はいつも笑顔でいてくれるあなたが好きだよ。最後になかなか言えんかったけど、ありがとう。この3年間、部活や受験のストレスでたくさん当たってしまってごめんなさい。でもそれを受け止めてくれた。ずっと私の味方でいてくれた。ママ、毎日仕事が忙しいのに、ご飯や洗濯の家事をすべてしてくれてありがとう。女手一つで育ててくれて、塾にも行かせてくれてありがとう。どれだけ疲れてても、笑顔でいる姿は私の憧れです。そして、これからもよろしくね。3年間ありがとう。僕は3年間ずっと支えてもらっていたと思います。僕一人では何もできていませんでした。正直中学に入る前はこんなにいい仲間だとは思ってませんでした。僕が困ってる時、声をかけ手伝ってくれます。優しくて、温かくて、いつも楽しい仲間でした。でも、もう卒業してしまいました。もう会えないかもしれません。僕は誰かの支えになれたかわからないけど、僕は本当に支えられてました。ありがとう。高校卒業おめでとう。楽な道はたくさんあったのに、チャレンジさせてくださいと一般受験で上を目指したね。センター試験で打ちのめされ、食事中も単語帳を話さなかった時は見ていて切なくなってしまったよ。第一志望は叶わなかったけど、語学通知を出してくれた大学があなたの行くべき場所なのと母は思うよ。本気で頑張る姿を見せてくれてありがとう。小学校卒業おめでとう。反抗期真っ只中で前みたいにおしゃべりしなくなったけど、休みの日の昼食はお兄たちの分まで作ってくれて、母は本当に助かってるんだよ。ありがとう。お兄たちが勉強してるとテレビは消してイヤホンでタブレット見てたり、自分もドリルをやってたり、配慮してくれてありがとう。狭い家でごめんね。いろいろ家族の中で大変な時期にたくさん応援してくれてありがとう。合格発表の時、一緒に泣いて喜んでくれてありがとう。これからはたくさん資格を取って3年間通うので、仕事が忙しくなると思うけど、見守っていてください。中3生のみんな卒業おめでとう。先生は1月からみんなの教室へ入り、面白いこと、悲しいこととたくさん話してきたね。そんな中、先生は君たちにたくさん勉強のことや学校のことなど学ばせてもらいました。この3ヶ月振り返ってみるといい思い出ばかりです。高校に行っても勉強を怠らないように、塾で学んだこと、教えてもらったことをどこかで思い出してくれると先生は嬉しいです。辛いこと、悲しいこと、面白かったことなどあれば、第二の家でもある塾に遊びに来てくれたら、先生はいつでも話聞いてあげるから。塾でいつでも待ってるから遊びに来てね。
そして高校でも楽しい思い出をたくさん作りながら過ごしていってください。隣にいてくれてありがとう。リッツのおかげで学力もめっちゃ伸びたし、勉強のモチベも上がった。リッツは頭が良くて人気者。そんな子が俺の彼女だなんてほんと幸せだった。一緒に勉強してくれたり、毎日一緒に帰ったり、全部がいい思い出ばかり。リッツは一番の学校を受験して本当にすごいと思う。やっぱリッツはすごいや。高校は離れちゃうけど、これからもよろしくね。本当にありがとう。かわいいかわいい後輩たち。バカみたいにはしゃいで騒いでたあの毎日ももう少しでなくなっちゃいます。私たち3年生と1年生や2年生は仲が悪くて、部活や委員会で揉めてお互いたくさん傷つけ合ったこともあったね。あんな先輩に会いたくない。あの後輩の生意気。そんな言葉ばかりが交わされた時もあってさ、私自身もう何もかもが嫌になった時もあったんだ。全部をやめてやりたくなくなるくらいに。でもそれでも陰で支えてくれていたのはやっぱり君たちだった。何があってもどんな時も諦めずに私たちについてきてくれた。簡単そうで人を敬うことは難しい。だからこそ後輩のみんなを見てると切なくなったり別れたくないって思ったりしちゃうんだ。もう終わる。これからは会うのに理由が必要なんだ。そんなの本当は嫌なんだ。もっと一緒にいたいんだ。ずっと話してたいし笑ってたい。頼りなかった先輩だったかもしれない。優秀じゃなかったかもしれない。それでも私は後輩のみんなにありがとうを伝えたい。涙で前が見えなくなっても、目の前の壁に立ちはだかれても。いろいろあったよね。君たちが入学してきたあの春、一緒に部活に励んだ夏、すれ違った秋、笑い合った冬。どれも大切な思い出。苦くて幸せな思い出。思い出すとまた泣く。涙より笑顔で君たちとお別れしたいからちゃんと伝えます。後輩のみんな、今まで本当にありがとう。2年間勉強を教えてくれてありがとうございました。最初の頃は数学が大嫌いで、たくさん迷惑をかけたし、ひどいこともしてしまったけれども、先生のおかげで楽しく勉強ができました。今までありがとうございました。毎日自分を支えてくれてありがとうございました。学校休んだ日は電話してきてくれたり、家まで来てくれたり、ほんまに優しいなって思った。先生には強く当たったり無視したこともあったけど、密接いてくれて、ずっと追いかけてきてくれて、そんないい先生おらんな。最後の修例で手紙渡したけど、あの手紙に書いてない言いたいことがあんねん。それは先生が好きってこと。先生に対して冷たかったのは、先生が自分に喋ってくれへんのちゃうかなって本やったから。もっと喋りたかったな。あの時はごめん。20歳になったら食べ行こうな。大人になったら先生より賢くなって帰ってくるから待っててな。それまでは帰らへん。1年だけやったけどありがとう。大好き。私たちは今年高校を卒業しましたね。中学3年生の時は高校生になりたくなくて、何度も死のうとしたことがあります。でもこの高校に入れてみんなと過ごせてとても幸せでした。一番の思い出はやっぱり高校3年生の体育大会だな。私はもともと体が強くなかったから、応援団とかにも全然積極的に取り組んでいけなかった。その勇気が湧かなかった。でもクラスのみんなが、最後だよ、絶対支えるから一緒に最後楽しもうよと言ってくれたから、私は参加することができました。体育大会準備期間、祝日にも学校に来たり、夜遅くまで残ってってするのが最初は少し苦痛でした。でもみんなが助けてくれました。誰かと協力して何かをやり遂げるって、こんなに楽しいことだったんだなって感じてました。そして迎えた本番、応援団に入り、後輩を支えながらもみんなで覚えたダンスを披露しました。終盤に向かっていくにつれて涙が溢れましたね。3年生はほぼみんな泣いてたんじゃないかな。楽しかった日々、苦しかった日々を思い出して、みんなで笑いながら泣きましたね。優勝もできました。とっても幸せでした。そして何もやる気が出なくて、ほとんどのことに諦めていた私を救ってくれてありがとう。本当に本当に楽しかったです。卒業しちゃったけど、またみんなで集まれたらいいな。